皆様新年明けましておめでとうございます。今日は2月に、開催するブレイキングダウン7の、オーディション開催していきたいと思います。お願いします。今回なんと過去最高の2600件の応募の中から、選ばれし150人が会場に来てくれています。じゃあちょっと一言、ウリタさんお願いします。そうですね、回を重ねるごとに、ひな壇側もいろいろアップデートして、まあ、それも何回も出てる俺としては、ちょっとそのベテランの、そういう味を出していこうかなと思います。今回初めてのゆうしゅくんお願いします。はい、まあ、ちょっとなんか実際のことと違うことが噂で流れてて、まあ、それがちょっと納得できなくて、昨日まあみくるくんとたまたまコラボさせていただいて、まあ、今日その件についてちょっと決着つけたいなと思ってこの舞台に行きました。お願いします。お願いします。じゃあ飯田さんどうしました？まさかこの並びかと思いましたけど。確かに。自分は昨日呼ばれたんでちょっと内容がよく分かってないです。よろしくお願いします。近いっすね。確かに悪やりますね。これやりますか。早速今日長いんで皆さんお願いします。お願いします。じゃあ一組目始めましょう。最初のグループの方お入りください。じゃあお前引っ張られたらムカつのか。いいよ、配ってこい。おい、やってやるよ。だって人生変えるとか夢を叶えるとか、まあ、そういうくだらない幻想を植え付けられて、勉強した方がいい。ぶっ飛ばしてもいいかな。なんか鼻につくから。まあ俺がほんまの喧嘩を見せに来ました。お前さ、路上で俺にそれ言えんのか。言えるよ。ああおいおいおいかかってもいいじゃん。ハンドル、ハンドセンドか。ぼちぼち蹴りつけようか。ブラザー、刑務所の中にいるパートナーのために戦います。どれでもいいからよ。違いの撤去かハンティングか。誘れ。あっ、終わり。まあ、今回剣をやめて、まあブレイキングダウンにちょっとまあメンバーを出してしまってるんで、まあ出場させてもらおうかなというふうな意思を持ってきました。じゃあ最初のグループの方お入りください。では左の方から。TikTok1 ヶ月でフォロワー10万人増やしました、バイオリと申します。前回なんか TikToker 何名かいらっしゃったみたいなんですけど、なんかお笑い枠っていうか、なんかふざけてきたやつしかいなかったみたいなんで、TikToker としてシンプルに戦いで実力で見せてやりないかなと思ってここに来ました。まあこの中の誰か僕と戦って丸坊主にしてやりないなと思って来ました。はい、ありがとうございます。では次の方どうぞ。ぬりぼう&サーキンチャンネルっていう名前で YouTube やってます、ぬりぼうです。まあ、ひな壇全員スタンドアップ、もう全然お願いします。あ、他もみんな立ってで全員来てもらっていいんで、はいぐらい。あともう審査員の方も全員立ってもらって、あ、ゆうごさんなんかどうぞ。やります。やります。あ、僕とですか。はい。今ですか。はい。いや、今ってことですか。
あ、他に何か言いますか。何困ってんだよ。バン中村さん、バーって見た中で、あんたが一番花あるよ。あいつつまんねえとせ、サトル。え、こいつあいつ帰らせろ。もういらねえ、邪魔じゃね。邪魔ですね。ああ、どんぐらい邪魔すか。お前邪魔だよ、もう帰れよ。いや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 、全然面白くねえからよ。いや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 、いや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 、何すか。ビビってないっすよ。ビビってないっすよ。ビビってるじゃねえか。全然全然、何にビビってんだよ。全然全然、散歩前イストリーゲームじゃねえんだよ。全然全然全然、イストリーゲームじゃねえって言ってるだろお前。全然いいっすよ。じゃあ座れよそこに。ちょっと座って待ってろよ。サトルずれちゃっていいよ。もういい子にできるか。お利口にできるか。お前お利口に、はい、できます。できるな。静かにしてるよ、だったらよ。いいよ、コーチありがとう。いいよいいよ。ああ、ハウスしてろそこでよお前は。一生ハウスしてろお前は。では次どうぞ。はい、朝倉海です。朝倉海です。水泳大好き芸人のホンダスイミングスクールです。ちょっと似てんだよな。バスプシュー、よろしくお願いします。前出てやらいいじゃねえかよ。はい、前出てちゃんとおめえのちっこちっちゃいじゃん。メイキングダウン。バシバシャー、ビートバンディガードしてください。もう大丈夫です、座ってください。クイックターン。もう大丈夫です。もうちょっと粘らせてください。あ、大丈夫です。あれ、二人試合できます。今そこでそこの二人お前だよ。え、大変なことになりますよ。じゃあ試合に行きます。でも、はい、試合決定ですか。いやいや、ここで今から。行けよ今から。やりましょう。うっ。登った太陽、二度と沈まなくなりますよ。意味わかんねえよ。お前いいよ、ひな壇だよ。お前ひな壇クオリティだよ。座っちゃえよ。あらす、やったもん勝ちだからよ。うっす。お前ひな壇だ。まずは隣に失礼します。やだよお前の隣なんてよ。じゃあ次のグループの方お入りください。どうぞ。はい、田上健太です。アウトサイダー出身で、昔朝倉海君とも試合しています。最近はライズとかでたまに試合してます。で、自分のファイトスタイルバチバチの殴り合いなんで、ブレイキングダウンなんか気合い取って殴り合えるやついっぱいあるって聞いたんでお願いします。はい、じゃあ次の方どうぞ。はい、はじめまして、山口県から来ました正宗と申します。夢を大きく、第二の朝倉兄弟を目指して、応募させてもらいました。ブレイキングダウン本戦出ることができたら、しっかりインパクトのある試合をして、しっかり倒して勝って、まず全国に名前を打って、ブレイキングダウンドリームをつかむ第一歩にしたいなと思ってます。よろしくお願いします。はい、どうぞ。先日のアウトサイダー対抗戦に出ていたアウトサイダー選手たちとちょうど同時期にアウトサイダーに参戦させていただいてました須藤和也と申します。10年前ぐらいに僕も試合アウトサイダー出てて、そこからはこういったステージからは離れてるんですけれども、前回のその熱くと戦う姿を見て僕も心の中で戦いに対しての炎が消えてないってことに気づいて参加応募させてもらいました。よろしくお願いします。じゃあ次の方。カマルです。今回も僕ひな壇に座らなかったんだなと思って、で、今回やりたい人たちなんですけど、アウトサイダーの方々かひろやくんとちょっと対戦させてほしいです。はい、で最後どうぞ。いやなんかさ、俺ブレイキングドリームをつかみたいって名前言ってるんだけど、
まあみんな軽々しくブレイキングドリームブレイキングドリームって言ってるじゃん。真のねブレイキングドリームを使うのはねこの俺だよ。で俺ブレイキングダウンでやりたいやつなんだけど、山川宗樹俺とやろうよ。どう？美味しくない？俺とやれんの。ちょっとやっぱねあのバッドエンドな戦いを前回してたんですけど、はいはい、まあ、確かに前回はマジでね気持ちが弱かった。うん、それも踏まえ俺挑戦者としてもう一回改めるなって改めれるなって思ったんだよね。じゃあやりますか。二人でやったら、おい俺と山川宗樹が戦ったらバッドエンドやこの野郎。覚えとけ。あの僕ちょっと田上選手、はい、ちょっと僕が中学校時代からちょっとアウトサイダー見てた時に結構打ち合いメインでなんかやってほんまと付き合いでやったりとかで、なんかあのそのアウトサイダーの試合とかもまあカバン一つでなんか東京とか行って自分一人でちょっと喧嘩しに行ってるのが結構まあ僕好きで、こちらから言うのもあれなんですけど、いやいや自分からいいです。あの自分がもしやれるのであればひろや君でもしたいです。まあ、テクニックありきの、まあ、試合もいいんですけど、まあ、なんかそういう人を感動できるようなそんな試合したいなってほんまにこの前の試合で改めて自分感じたんで、はい、よければぜひ。あ、ぜひお願いします、はい、お願いします。どうぞ。ここはあの試合よかったら決定させてもらえますか。ちょっと待ってよ、正宗さん試合できます今から。大丈夫です。2人1回対戦してもらっていいですか。っていうのもあのひろや君からしたら知ってるんですけど、世間的に田上さんのことを知らない人が多いので、はい、一旦2人アウトサイダーで結構バチバチな戦いする2人なんで、勝った方がひろや君とやるのはどうですか。あ、大丈夫です。じゃあ、はい、準備お願いします。ありがとうございます、はい、え、僕はやらせてもらえないんですかね。須藤さん今できます。あ、もちろんです。大丈夫です。じゃあ2人ちょっと試合してもらって、はい、あの誰とやるかは分かんないですけど、はい、勝った方はもう本戦出場決定です。ありがとうございます。お願いします。僕2人とも試合してるんですよ、アウトサイダー時代に。だからマジで楽しいですね。しかも2人とも強いです、かなり。はい、離れて。はい、行きます。レディー、はい。怪我ないですか。怪我ないです。じゃあ、ひろや君、はい、当日はしっかりあの気持ち作って喧嘩しに来るんで楽しみにしとってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。
入れ。ボクサーやろ。はい、攻めてよ。30秒。パンチでいけ、ガマル。誰でもいいのでぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。田上さんとどうですか。はい、田上さんお任せいたします。もう自分は誰でも出せばいいのだから。うん、面白そうですね。じゃあ決定します。はいはい。はい、ではどうぞ。はい、埼玉県入間市から来ましたキングごめんなさい、噛みました。キング色物パーティーピーボー代表イルマニアのリチェスです。はい、今回は、米尾選手とやりたくて来ました。理由としましては、米尾選手、まあ、金髪、坊主、男前3つ揃ってるじゃないですか。まあ、僕もね、見てもらって分かると思うんですけど、金髪、坊主、男前かぶってるんですよ。てめえただハゲてるだけじゃねえか。お前もハゲてるからな、変わんねえぞな。お前デコどこまであんだよ。いや、ここまでだ、分かんだろ。まあ一緒だよ、お前。まあ、やろうぜハゲ。面白くねえな、ほんと。あの、うるせえな、お前。基本誰か面白くねえしか言わねえだろ。俺とやりたいんだったらムカつかせた方がいいよ。あ、俺とやりたいんだったらムカつかせた方がいいよ。じゃあお前引っ張られたらムカつくのか。いいよ、かかってこい。おい、やってやるよ。いいのか、お前。うちの小宮さんに触るなよ。しました。うちの小宮さんに触るなよ。色物つけとけ。うちの小宮さんに触るなよ。おい、引っ張られたらいいのか。だってお前が引っ張られていつったんだろな。お前がいつったんだろな。お前がピッツったんだよな。お前がピッツったんだよな。なんだてめえ、お前やったね、この野郎。おい、金玉。ええ、とりあえずこいつぶっ飛ばせ。気持ち悪いな。いやー、みくるくん、お疲れさんです。どうも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 、お疲れさんです。どうもどうも、お疲れさんです。ミクル君ね、俺ね、喧嘩道のキャラクターに良いようになったみたいなんだよね。そうなんですね。やばくないですか。すごい嬉しい。そのまんまですよね。はい、いよいよ喧嘩道にその番中村もちょっと潜入してる感じになるかなと。なんと今だけキャンペーンコードを入力するとブレイキングダウンの選手がゲットできる。キャンペーンコードの入力方法はチュートリアル突破後イベントバナーから運営個人チャットで。喧嘩道で、まあ、あの俺のキャラクターを使って戦うならあんただけ。じゃあ次のグループの方お入りください。おい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 、やってんねやってんね。10万人の YouTuber 来たぞ。おい、羨ましいだろ。よろしく。もっとすごいやつおる。ケンゾーです、よろしく。はい、では左の方からどうぞ。僕は、5で、山川君に負けて、まあ、今は山川君と仲良くさせてもらってるんですけど、まあ、いずれ山川君と、まあ、再戦をしたいっていう、のを思ってまして、まあ、でもさすがにここで今すぐ山川君っていうわけにはいかないんで、高垣さん、山川君と負けてるどうし、どうすか。どうすか、うん、ここでちょっと高木さんに勝って、ストーリー作って、
まあ、山川君の再戦っていう僕は、思い描いてるものがあるんで、高木さんどうですか。 OK、 いいよ、いいっすよ。じゃあ試合決定でいいですか。カバディー、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 シャー、カバディー日本チャンピオンのカバディアン一世だ。ナイスカバディー。俺がブレイキングダウンセブンの主役になる。俺は前回のオーディションで逮捕されて参加できなかったんだよ。だからこそ俺がブレイキングダウンセブンの主役になる。座ってください。はい、では左の方からどうぞ。はい、カバディ日本チャンピオンのカバディアン一世です。蹴りあり、タックルあり、投げ技あり、インドの格闘技って言われるカバディってスポーツで、今年の6月のジャパンカップで優勝して MVP を取りました。で、自分よりも全然はるかにでかい相手とか外国人選手相手にガンガンタックルで投げ倒してボコボコにしてるんで、同じ階級ぐらいのチンピラのやつらに絶対負けないっす。お願いします。喧嘩200戦全勝？そうっすね、もともとは湘南で正直不良やってたんですけど、他校のやつとか絡んでくるやつらの全員腕を折ってきました。だけど中学の時にある先生に出会えて、お前の強さは本物だから不良の世界じゃなくてスポーツで一番取れって言われて、だから俺はそこで変わって、今日本チャンピオンとしてアスリートとして毎日トレーニングしてるんですよ。だから不良には絶対負けない。なあ、やろうぜ、俺は本気なんだよ。シーンなっとるじゃん、空気読め。まず購買日記、お前でも MMA デビューしたいって言ってたやん。うん、それはするけど、うん、あんま関係ないかな。おい、購買、購買、あいつやってもしょうがねえだろ。俺とやるか。そこやります試合。俺はい、やりたいです。おお、樋口より強えぞ。やっぱお前だったら、はい、殴り合いの試合できそうだからさ。そうですね、バチバチ、うん、いきます。これ面白いんでやりましょうよ。じゃあほら、俺も見てみたい。はい、うん、俺もやっぱ強い人と戦ってだんだん上に上がっていきたいっていうのもあるんで、萩原さんも強いの知ってるし、やりたいです、うん、やろうか。じゃあ試合決定でお願いします。うん、じゃあすいません、次どうぞ。まあ、そこのひな壇に座ってる朝倉未来1年チャレンジ、近藤秀也の兄、近藤裕太です。なんかブレイキングダウン見てて、なんか喧嘩最強言ってる割には、なんか格闘技かじって、まあ、不良の真似事してるやつらばっかなんで、まあ俺がほんまの喧嘩を見せに来ました。希望は樋口さん、まあ、なんかアウトサイダー時代から見てて、まあ、すごい強いなと思ってたし、でもこの前格闘技歴の浅い、まあ、勾配人気に負けて、まあ、正直ちょっと落ちたなって思ったし、まあでも俺キックなんかでやるつもりないし、まあそんなん喧嘩ちゃうし、喧嘩ルールでやろうや。お前樋口この後あったのてめえ、ビビってんの。おい樋口さ、やったやろ樋口。おい、おい、お前さ、路上で俺にそれ言えんのか。言えるよ。ああ、うん、うん、喧嘩でやるやん。おいおいおい、行け、おい行け、おい、おらかかってもんかい。行け、おら、パウンドや、パウンドせんのかい。おら、おい、俺殴っていいか、おら、おい、おい、おい、殴るわ。離せ、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 あ、まあ、もっと手出したと。あったくもやるか、お前から長判してたやろか。やってやるよ、どうした。ああ、楽しみしよう。お前覚悟しとけよ。ああ、覚悟しとくわ。お前もな。はい、次の方。これ。はい。名誉90万の煉獄黒騎士だ。やめろ、俺のこと知ってんだろ、これ。俺はな、今年40歳なんだよ。借金は1億円。俺は俺の債務を全うする。相手はな、
お前じゃ朝倉未来、これおめえだろこの野郎。おい今回ごろ、まあ、おめえなんだよこれ。おめえの本だろこれ。おいおめえなんだよ相手は。俺の相手はてめえ場所を東横とかなんか間違ってんじゃねえのか。東横なんか言ってねえよ俺は。やらせてください。無茶だよこれ。言ってんだけどこれ。言ってんだけどこれ。何じゃねえんだお前。入れ墨出せんだよこの入れ墨とかよ。おめえ何じゃこれ。これ何じゃこれ。おいバカ。おめえリッキーけこらってめえこら。おいリッキーに嫌われてめえ雑魚なんだよそのためよ。おいおいビンク取ってんじゃねえか。おいおめえこらおめえ悟ら言ってんだよこら。おいおい東横に帰れガキ。じゃあ最後どうぞ。いやこんにちは。前回 6.5 主張を出させてくれて本当に運営の皆さん、ブレイキングダウンの皆さん本当にありがとうございました。本当にありがとうございます。で住人2期前回正直お電話かけてね、で今回今すぐでもやりたいんだけど、目が俺は正直今骨折してて今日スパーリングとかやれる状態でないのは確かだ。だから2月もしよかったらおでんかけた分責任取ってお前戦おうぜ。いいよ俺は。はい、ぜひツンツンさしてくれよ顔によ。ツンツンやる。試合でいいのか。ああいいよやろうぜ。練習してるみたいだから俺も死ぬ気で練習して。 どっち骨折したの。左。俺も左やったよお前。ああ同じだな。じゃあ勝負しようぜ。ああいい試合にしよう。はい、おでん持ってこいよ。じゃあいいですか。ああじゃあ試合決定します。住人2期本当にありがとう。俺にチャンスをくれてありがとう。絶対ツンツンしてやるよ。ツンツンしてんだよ。お疲れ。あ、お疲れ様です。何やってんの今。ゼノの情報をチェックしてるんですよ。ゼノゲーム。このゼノっていうのはまだリリースされてないんですけど、スキルカードを使って対戦する激アツな NFT ゲームなんですよ。まだリリースしてないのにそんなにハマってんの。だって今ならゼノのキャラクターがセール中なんですよ。今のうちにキャラ買った方がいいってこと。そういうことです。でももう時間が来たから続きは次回で。時間何言ってんの。とにかくプロジェクトゼノで検索。いいから早く教えてくれ。ブレイキングダウン7を一緒に盛り上げていただける企業様も募集中です。お気軽にお問い合わせください。ブレイキングダウン公式アプリがリリースされました。独自コンテンツ盛りだくさんなのでぜひダウンロードしてください。スペシャルアドバイザー朝倉海、白川リフトが密着するオーディションの裏側は近日公開。価格が遅いんですよ。どうも宮迫です。さらに多くの YouTuber のチャンネルからも特別コンテンツを配信予定。こちらもぜひチェック。